動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人はあなたとの約束を果たしてくれるのかというテーマで、今回はですね、お二人の間で交わした約束であったり、お相手の方がね、あなたに、これをしようねとかこうしようねっていうね、こう約束を取り付けてくれたことをちゃんとね、守ってくれるのか果たしてくれるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきたいと思います。ティンシャの音色にはですね、この場を清める効果に加えてですね、気持ちを落ち着ける作用もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、早速始めてまいりたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速始めてまいりたいと思いますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのチェンジ、変化というカードになっております。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらの Just Be Yourself というカードで、ありのままでというね、カードになっております。はい、こちらが B になります。はい、そして最後 C のカードです。 C はこちらのですね、クリエイティブというね、創造というね、カードになっております。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのチェンジというカードですね、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、あの人はあなたとの約束を果たすのか果たしてくれるのかというテーマでね、お相手の方とですね、交わして約束であったり、お相手の方がね、宣言してくれたことなども含めてですね、それをちゃんとね、果たしてくださるのかどうかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方が、あなたとのね、その約束っていうのをまず覚えているのかどうかということと、どんな約束をしたのかっていうのを見ていきます。そしてね、それを果たしてくれるのかどうかということであったり、お二人の今後がどうなっていくのかっていうのもですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速リーディングを始めていきますが、まずはですね、お相手の方があなたとの約束を覚えているかどうかということと、それをね、どんな約束だったのかというところをですね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードがですね、お相手の方が約束をね、まず覚えているのかどうかということと、下のカードはね、どんな約束だったのかということをですね、表すカードです。はい、ではですね、ちょっとさ、早速ですね、カードを見ていくんですが、はい。ではですね、見ていくんですけれども、多分、約束っていうのが、気持ちの部分なのかなと思います。なんかこう、こうなったらちゃんと気持ちを話すねとかですね、ちゃんとこう自分がどう思っているのかを話すねみたいな、なんかね、気持ちを打ち明ける的なね、約束なんじゃないかなと思うんですね。うん。で、約束自体は覚えてはいるんだけれども、まだですね、なんかその、責任を回避したいみたいなところがあって、なんかね、重大な決断をするっていうことからは、覚えているんだけれども、ちょっと逃げていらっしゃる、っていうのがですね、出ているので、まあ、ちょっとね、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まずは上のカードからです。お相手の方のですね、まあその約束を覚えているのかどうかっていうことで、まずね、覚えてはいらっしゃると思います。ここのね、チェンジっていう、まあ選択肢のカードで出ているんですけれども、まあチェンジ変化っていうことですね。だからおそらくその自分のですね、気持ちっていうのをちゃんとあなたに打ち明けて、二人の関係性を変えるというような、約束事だったんじゃないかなと思うんですね。だからその自分が、思い切ってね、何かを告げたり伝えたり、動くことによって関係を変化させる。その約束自体はこれ覚えていらっしゃるっていうことなんですね。忘れてはいない。ということになります。うん。だからその変化させる約束っていうのは覚えてはいるんだけれども、次ここですね。カップのキングっていうカードが逆位置になりました。これ正位置の時には責任感が強い。まあ、いわば責任を負うとかをね、表すカードになるんですが、逆位置になると責任を回避したいっていうね、意味のカードになっているので、何か二人の関係を変化させることによって責任が生まれるんだと思うんですね、そこに。うん、でもその責任を負うっていうことは今はまだ逃げたい責任を負いたくないっていうふうに思っていらっしゃるんですね。まあ負えないっていう状況なのかもしれないですけれども物理的にね、うん、まあ物理的なのか精神的なのか、うん、で、責任をまだ回避したい負えないっていうふうに思っていらっしゃるのでなんかこの約束を果たす時期っていうのはもうとっくにね過ぎているのかもしれないけれどもなんかこうずる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 ね、先延ばしにちょっとしていらっしゃったりだとかまあ気づいていないふりみたいなね、何もそれについては触れないみたいな態度をとっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で次ここのカードになるんですが女帝というカードが逆位置になりました、このカードもですね逆位置になると誘惑に流されるっていう意味のカードでついついね、楽な方楽な方にこう流れていってしまっているというカードになります、うん、まああなたとの約束を果たすことが辛いっていうことではないんだけれども先ほどもお伝えしたやっぱり責任が伴うことだから結構ね気を引き締めていかなくちゃいけなかった緊張感も生まれてくるわけなんだけれどもそれよりもなんかこうもっと気楽な方に、ついついやっぱこう流れていってしまうみたいなね、うん、まあそういう状況なので約束は覚えてるんだけどもまだ果たすですねその覚悟であったり準備であったりなんかこう自分の気持ちのスイッチが入っていないみたいなね、そういう状況なのかなと思います。でどういう約束なのかというとまあここでもちょっと出ていましたけれどもここですね、Be authentic まあこれは正直にっていうカードになります。まあ正直になるっていうカードになるんですけどもではあなたに対してまだその見せていない部分まあ正直になりきれていないところですね伝えていない思いとかどう思っているのかっていうのはあなたの方はお相手の方にすでになんかこう分かるようにアピールしていたり伝えていらっしゃるのかもしれないけれどもお相手の方からのそのなんていうんですか開示気持ちの開示がないっていうか、うん、どう思っているのかっていうのをまだ話してくれていなかったり今後どうしていこうって考えているのかっていうのもこう知らせてくれていないみたいなねでそれを知らせるよっていうねちゃんと気持ちを言うよっていうね。なんかこう、
今はちょっと忙しいから落ち着いた時になったらちゃんと自分の考えとかも言うねとかですね、こういう風な時期が来たらちゃんと話すねというですね、なんかそういう約束なんじゃないかなと思うんですね。うん、で、ここですね、Get to know each other っていうのも、これ互いをよく知るっていうカードになるんですね。まあ互いの理解を深めるっていうカードになるんですけれども、だから両者が、あなたとお相手の方の両者が、ちゃんと自分自身が秘めているその思いっていうものをちゃんと見せ合うことで、すごくこう打ち解けているというかね、理解し合って、お互いの思いが分かって、笑顔で過ごしているようなね。うん。まあそんな姿が描かれている通り、だから自分の気持ちっていうのがどうなのか、あなたのことは好きなのか、好きじゃないのか、好きの中でもそれがラブなのかライクなのかね、自分のことどう思っているのか、恋人として思っているのか、それともなんか友達として思っているのか、そうではない何か違う関係の人だと思っているのかとかね、いろいろあなたの中でまだクエスチョンマークっていうのは多いと思うんですね。だからそれをちゃんと伝えるというかね、自分とはっきりさせていくよということを、約束していたんだと思うんですけれども、それをする、まあそこをね、まあクエスチョンなくす、はっきりさせることで、じゃあ例えば恋人だっていう風になった時には、恋人としての責任を果たさなきゃいけないと。ね。いう風になってくるんだけれども、まだその恋人としての責任を果たせるほどのね、うん。なんかこう、気持ちに慣れていないというか、その気持ちがないっていうわけじゃなくて、例えば恋人になったとするならば、恋人の時間を優先しなきゃいけない時もあると思うんですよね。関係を続けていくために。でも、まだ自分の時間を優先したいとかね。うん。なんかそういう気持ちも相まって、それが誘惑に流されるっていうところだと思うんですけれども、うん。で、覚えてはいるけども、まだ、果たさずのままでいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。じゃあ、今後ね、その約束っていうものは、果たしてくれるのかどうか、そしてお二人の関係はどうなっていくのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思いますが、お相手の方ね、あなたとの約束を果たしてくれるのかということで、うん。果たそうとはやっぱ思っていらっしゃるようですね。でもね、自分のスタイルも変えたくないっていうか、まあ約束も果たすんだけども、自分自身のその、まあペースっていうものも大事にしたいっていうふうに思っていらっしゃるようなので、ちょっと見ていくんですが、ちょっと光の反射でね、こっちに映させていただきますが、まずね、ここを見てい、くんですが、オール、フクロウっていうカードが出ました。フクロウっていうのは、まあ、鋭い、まあ、洞察力というかね、じーっとこう、獲物をね、観察して、まあ、どんな動き方をするのかなとか、どんな時に隙があるのかなとかね、そういうタイミングを伺っているね、生き物でもあるんですね。だその通り、お相手の方としても、今ね、あなたとの約束をいつ果たそうかなとかね、あなたの様子を見ながら、どのね、タイミングで、約束を果たそうかなというのをですね、今こうじーっとこう見ながら考えていらっしゃるわけですね。実際に会えてなかったとしても、あなたからの動き、例えば SNS での動きであったりだとか、あなたからの連絡の内容とかをね、見ながら、どういうね、心境なのかとか、どういうね、なんかこう振る舞いをしてきているだとか、なんかそういったことも含めて、いつですね、果たすか果たさないかみたいなことを今考えていらっしゃるということなんですね。で、果たす方向では一応考えてはいらっしゃると思うんですけれども、自分のスタンスを変えたくないっていうふうにお伝えした通り、ここがですね出ていまして、ザ・ロイヤル・ユーっていうカードが出ているんですね。これ自分に忠実であるっていうカードで、あります通り、あなたとの約束っていうのは果たすんだけれども、その約束を果たすことで先の責任という問題が発生するっていうふうにお伝えしたかと思います。その責任によって自分のペースっていうものが崩れてしまうんじゃないかっていうことをすごい気にかけていらっしゃるわけですね。
例えばあなたと恋人になった時に恋人の時間を優先しなきゃいけなくなったとして、ね、自分がちょっと一人の時間を過ごしたいのに、その時間っていうのを、恋人との時間に、ですね、費やさなくちゃいけないってなると、なんかね、自分が保てなくなるんじゃないかとかね、自分の時間っていうのが奪われてしまうんじゃないかとか、自分のペース配分が乱れてしまうんじゃないかっていうことをすごい懸念していらっしゃっていて、果たすか果たさないか、果たすにしてもね、もう少し自分の、ね、時間を満喫した後の方がいいんじゃないかとか、タイミングをいろいろ考えていらっしゃるわけなんですね。果たすつもりではあるんだと思うんですけれども、どうしてもね、その約束っていうものが大きな約束だと思うんですね。ちっちゃな約束ではないんだと思います。だからこそどのタイミングで果たそうかなっていうのを、考えているっていうことですね。で、サドネス&アイソレーションっていうカードで、これは悲しさと、まあ、アイソレーション、孤独っていうことですね。まあ、自分がその約束をね、果たしていない間、あなたにこのね、サドネスの悲しさ、アイソレーションは孤独っていうことで、悲しさと孤独を与えているな、だから早くね、約束を果たしてあげなきゃいけないなっていう気持ちではいるんだけれども、自分の時間とか自分自身も大事にしたいっていう、その天秤にね、今かけていって、もうすごいどっちだどっちだっていうのがね、この決めきれないような状況でいるんだけれども、でも最終的にはそのちゃんとね、約束を果たして、このね、寂しがっているあなたを喜ばせたいっていう気持ちもちゃんと頭の中では描いていらっしゃるので、果たす気ではあるっていうふうにね、一貫してお伝えしているのは、まあ、そういう意味ですけれども、それをいつにしようかっていうね、自分自身のこともこれ確保されるっていう保証があるんだったらば、多分ね、ためらいなくその約束っていうのは果たしてくださるんだと思います。だけども、そこの確証が持てないとずっと迷われるのかもしれないので、だからね、そういった、まあ、日頃からね、まあ、あなた自身もこれは、意識されていると思うんですけれども、お相手の方がね、結構こう自分の時間を大切にされる方だと思いますので、まあ、それをね、まあ、邪魔しないようにね、意識さえしていれば、約束をね、果たしてくれる日っていうのは結構ね、早く訪れたりもするのかなと思いますので、もうすでにそれを実践していらっしゃる方はもうこれを継続していってください。継続した先に約束っていうのが果たされると思います。けれども、そこがちょっとできていなかったなって方は、ここからね、そこを意識してみると案外早くね、約束を果たしてくださるんじゃないかなと思うし、それによって先ほどもお伝えしましたが、ここですね、お互いがようやくね、そのそれぞれの思いっていうものがはっきりして、で、そこにはね、これ二人が笑顔になっていますけれども、喜びっていうだけじゃなくて、あなたもね、その自分のことをどう思っているんだろうっていうお相手の方のその気持ちっていうのが分かって、安心にも包まれると思うんですね。で、二人のこの距離っていうものがすごく近くなっていくんだと思うので、まあそういった形で約束がね、果たされると思うし、果たされたことで、二人の距離というのに近づいていくのかなと。で、フクロウという距離、カードですね。カードの数字が39っていうね、数字が絵が描いていたので、もしかしたらこの39っていうのは、あと考える日数とか時間なのかもしれません。39時間後っていうことはもしかしたらないかもしれないですが、まあ39日後とかですね。あるいはまあ、これは人によって違うと思うんですけれども、39歳に。流れた時とかね。まあ、何々から39日後、最後の連絡からとか、音信不通になってからとかね。最後に会った日からとかね。そういった場合もあるのかなと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい。そしてね、最後こちらの選択肢のカードで、チェンジ、変化というカードです。変化を起こすことで、朗報が舞い込んでくるというカードになるんですが、この光の差し込んでいる方向からユニコーンが駆けつけてきている。このユニコーンがあなたに朗報を知らせてきてくれています。すなわち、あなたが何かね、少しでも変化を起こしたとき、これは自分自身であったり、自分の身の回りでね、変化を起こした時に朗報が入ってくる。まあ今回でいう朗報というのは、お相手の方が約束を果たしてくれるっていうこともね、その中に含まれているんじゃないかなと思うので、まずは自分、まあ、あるいはその周りをちょっとこう変えてみる。これ些細なことでもいいと思います。生活空間のね、例えばレイアウトをちょっとこう変えるだとか、何でしょうかね、自分の生活習慣をちょっとこう整えてみるであるとかね、まあそんなことでも全然いいと思います。あとはまあイメージチェンジとかでもいいと思うんですけれども、そういった変化というものが朗報をね、引き寄せるっていうのが出ておりましたので、これもね、参考にしていただければなと思います。
はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、お風呂上がりのルーティーンは皆さんどうしていらっしゃいますかということで、書かせていただいたんですが、まあ私の場合はですね、やっぱりこう、保湿がね、大事だというふうにまあ思っていますので、お風呂から上がったらですね、まあ基本的に、顔は、まあタオルでゴシゴシ拭かずにですね、まあそのままで、まあすぐにね、導入液ですね、化粧導入液と、まあブースターと呼ばれるものですかね、それをつけた後に、化粧水、ですね、で、乳液、ですね、を、まあ顔にした後にですね、まあ体にもですね、体用の、まあ化粧水と、あとは保湿クリームもね、塗って、ケアしているんですけれども、まあその後にまあ髪を乾かすみたいな感じなんですが、皆さんはね、お風呂上がりのルーティン、あとは、まあ、お水も飲んでますね。はい。まあ、そんな形でね、ルーティンがあるんですが、皆さんはお風呂上がりのルーティンは何かありますでしょうか？あったらですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとは、ね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関するね、内容なども発信しておりますので、よかったらですね、こちらも概要欄にですね、詳細記しておりますので、チェックしていただいて、ですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、次にこちらの Just Be Yourself というカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あの人はあなたとの約束を果たしてくれますかというテーマでね、まあお二人の間で、交わした約束であったり、お相手の方がね、あなたに、まあこう宣言したことなども含めてですね、その約束は守ってくれるのかどうかというのをですね、見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方、あなたとのね、その約束っていうのを覚えているのかどうかということと、どんな約束だったのかっていうのを見ていきます。そしてね、その約束っていうものを、果たしてくれるのかどうかということと、お二人の関係がどうなっていくのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずは、そのお相手の方ですね、ちゃんと約束を覚えているのかどうかということと、どんな約束だったのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上の3枚のカードですね、こちらがお相手の方がね、ちゃんとあなたとの約束を覚えているのかどうかということと、下がですね、どんな約束だったのかということをね、表すカードです。では見ていきましょう。うん。はい、ではね、見ていくんですが、まずね、約束に関しては覚えていると思うんですね。で、覚えていらっしゃっていて、その約束を果たすために、お相手の方なりに、最大限の努力っていうのはしているんだけれども、それがね、なかなか実を結んでいないのかなというふうには思います。うん。なのでね、ちょっとこのあたり、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきます。はい。
ではね、まずは上のカードからです。お相手の方のお気持ちということで見ていくんですが、まずね、ここのカードが出ました。ペンタクルの8というカードです。まあ、雲がね、雲の巣を張っている通り、まあ、この巣を張るっていうのはね、まあ、自分の拠点であったりだとか、まあ、この、まあ大事なこう基盤となることですね。それをまあコツコツとこう積み上げていっているっていうことから、真面目に何かを取り組んでいるっていうことであったり、地道な努力を積み重ねているっていうカードになるんですね。まあその通り、その努力をしている理由っていうのが、あなたとの約束を果たすためなんだと思うんです。だからお相手の方はあなたとの約束っていうのをちゃんとね、叶えるために今ね、自分のできる努力っていうものは惜しんでいないということですね。手は抜いていない。ということを表すカードになっているんですが、それが、こう、そうしてればいいんだけれども、なかなかまだね、約束を果たせるような状況に、なんかこう、結果としてまだ結びついていないのかなっていうのが出ていて、こちらのカードですね、節制というカードが逆位置になっています。節制というのは調和やバランス、安定をね、表すカードになるんですけれども、逆位置になると安定さがない、いわば不安定な状況ということを表すカードになります。お相手の方としては何かが安定した時にあなたとの約束が果たせるということで、今その安定を作り上げるためにコツ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 とね、地道なことも頑張ってはいるんだけれども、まだそれが安定さにつながっていないということですね。安定した状況。まあこれは、まあすごく慌ただしい日常が平穏な日常になるとか、まあプライベートな時間が全くない状況からプライベートな時間が作れるようになったりだとか、複雑な人間関係がまあこう整理されるとかね、いろんなこの、安定した状態っていうのはね、その人によっては変わってくると思うんですけれども、ただこれがね、まだ実っていないというね、カードが出ているんですね。新しい展開がまだ見えてこないというような形で、頑張ってはいるんだけれども、まだ結果がついてきていなくて、それが原因で、まあ原因というか理由でね、あなたとの約束っていうのがまだ果たせないでいる。本当は果たしたいのに果たせないでいるっていうような状況なのかなと思います。で、耐え忍ぶ力っていうカードも出ておりますが、まあだから耐えなくちゃいけないわけですね。まあ本当は辛くて逃げたい部分もあるんだけれども、逃げてしまっては何も変わらないし、それこそあなたとのね、約束も果たせなくなってしまうから、逃げずにね、耐えていらっしゃる。まあこれは何かこう上空をね、飛んでいる鳥が、まあ下の田園を眺めているわけなんですが、まあこのね、少しでも、今の事態をちゃんとね、こう把握するために、まあ客観的にね、まあその物事を見てですね、何がいけないのかっていうのをこのトライアンドエラーしていらっしゃるわけですね。やっては、あ、ダメだった。じゃあ次これやってみよう。でもこれもダメだった。次じゃあこれをやってみようっていう形でね、諦めずに何度も再トライしていらっしゃるっていうような、まあそういった形での、まあ忍耐いいですね。粘り強くですね、なんとか状況が変わるようにいいですね、続けていらっしゃるというね、カードになります。で、そうですね、どんな約束だったのかっていうことに関しては、二人の愛に関する約束だと思うんですけれども、まずこちらから見ていくと、愛を続けるっていうカードが出ております。愛を続ける。これ、同じ船に乗った二人が、これ進み続けている通り、あなたとの関係は続けていくよっていうね。まあ、続けていく、ということに関するものなのかなと思います。だから続けていくにあたっては、それは実際に例えば会うっていうことをしていかなくちゃいけないと思うんですね。何かこう続けるにしても、ただただ関係だけがあって、連絡も取り合わない、あったりもしない。ね。そういったものだと、関係が続いてはいるけども、厳密に続いているという実感がないですよね。だからそのちゃんと、二人がね、一緒の空間で過ごしているっていうことで、関係がね、続いている、愛し合う関係が続いているっていう実感を持てるようにしていくよっていうね。まあだからそれこそ、ちゃんと、ね、あなたともう一度会うよとかですね。あったり、まあ、例えば、まあ、これ、船でどっかに向かっているから、どこどこに、まあ、旅行に行くっていう約束なのかもしれません。あるいは、二人の時間を作るっていう、ですね。で、まあ、これも会うっていうことですね。まあ、だから、いずれにせよ、まあ、会うということなんだと思うんですね。会って、ちゃんと、二人のつながりを確かめ合ったという、
ことで関係を続けていくっていうことを約束されたんじゃないかなと思います。だから会う約束っていうのは結構メインには来ているんじゃないかなと思うんですね。で、ここですね、トレジャー・ユア・ラブドゥ・ワンっていうカードで、愛する人を宝物のように大切に扱うっていうカードになります。まあ、いわば守るということですね。だからこれからもあなたのことを守っていくよっていうことも、まあ、あなたのことというか、まあ、あなたも含めてなんだけれども、あなたとの関係を、まあ、守っていくよというですね。まあ、そういう約束もしていらっしゃったと思います。この手の中に大事にね、こう、手で守っている、この中にいるのがあなたですね。お相手の方から見たあなた。だから本当に宝物のようにね、ちょっとでもこう傷つかないようにちゃんと守っていく。そしてそこに恵みのね、雫をもたらしてですね、もっともっと充実させていくっていうことで、二人の関係をもっとね、こう進められるように、これからもちゃんとあなたとの関係を続けていくから。っていうですね。そういう約束。だから、続けていくっていうことと、続けるにしても、ただただ続いているんじゃなくて、ちゃんと会って、二人がね、こう気持ちが、まあなんて言うんでしょうかね、こう枯れないようにね、うん、していく約束っていうことを、していらっしゃったんじゃないかなと。そのためには、ね、先ほどもあった通り、安定っていうのが必要なわけなんだけれども、その安定がまだ手に入れられていなくて、結果的に約束はまだ果たせていないんじゃないかなと思います。だから、好きという気持ちはあるんだと思います。うん。ね、宝物のようにちゃんとあなたを守っていきたいし、あなたとの愛を続けていきたい。でもそこにはやっぱり愛する気持ちが、こうね、いわば、この船を進める原動力になるわけなので、うん、愛する気持ちっていうのはちゃんと持っていらっしゃるんだと思います。うん。では、ですね、次にお相手の方、あなたとはね、その約束っていうのをちゃんと果たしてくれるのかどうかっていうことであったり、お二人の関係は今後どうなっていくかというところもですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、お相手の方ですね、あなたとの約束を果たしてくれるのかどうか、お二人の関係はどうなっていくのか、果たしてくれるっていうのが出ましたね。ちょっと見ていきましょう。こちらになります。マニフェストっていうカードになります。まあ、このカードとしては実現するっていう意味のカードになっているので、あなたと交わした今のところは、まあ、口約束になっているものなのかもしれませんけれども、それをちゃんとね、現実世界において叶えるというですね、まあ、カードが出ているので、約束は果たしてくださるんじゃないかなと思います。うん。で、まあ、そういったね、中で言うと、やっぱりお相手の方としても、まあ、そのね、あなたに伝えたこと、例えば、まあ、会おうねとかですね、どこどこに行こうねとかね、まあ、そういった、先ほどお伝えしたような約束あったかと思うんですけれども、それは本心でおっしゃったんだと思います。なんかその時の、まあ、その場しのぎと言いましょうか、まあ、本当は思っていないのに、なんかそういう約束を取り付けた、まあ、約束をね、言ったっていうわけではなく、心からそれはね、お相手の方も、叶えたいと思っていたからこそ、あなたと約束をされたんだと思います。うん。だからそれは本心だと思うし、疑わない方がいいと思います。し、お相手の方としては、果たすというふうにね、思っていらっしゃる。まあ、果たしてくださるんじゃないかなと思います。うん。はい。で、ですね、まあ、そういった中でですね、お相手の方はちゃんと果たすということなんですが、まあ次にですね、まあここになりますけれども、魂の回復ですね、というカードが出ております。お相手の方、あなたとね、まあ約束っていうものを果たすためには、まあ、魂を回復させる必要がある。魂というのはまあ自分自身ですね。うん。を回復させるっていうこともそうだし、まあ、さなぎからね、蝶が生まれていますけれども、進化をね、表すカードでもあります。だからもっとね、今の状況よりもお相手の方が進化しなくちゃいけないと思っていらっしゃるわけですね。うん。例えば落ち着きのない日々を落ち着かせるぐらいですね、自分が成長する。ということであったり、複雑な人間関係を抱えていて悩んでいる自分を進化させて、まあ、自立してね、人間関係に悩まないようにしていくとかですね。
うん、まあ、あるいは悩まない環境を手にするっていうことも一つの進化だと思うんですけれども、まあ、それぞれもね、これは進化っていうのは内容は変わってはくると思うんですけれども、まあ、あなたとね、約束を果たすためにまだ進化が必要だと。で、実際にその進化を果たせた時にあなたに対してのその約束っていうものを果たすためにちゃんと動いてくださるんじゃないかなと思うし、ここですね、努力は実る、まあ、努力の結実っていうですね、まあ、ベアリングフルートっていうカードになるんですけれども、まあ、まあ、果実が実るっていうことでね、まあ、努力の結実っていうことで、うん。だからしっかりとね、今、お相手の方としてはあなたとの約束を果たすために努力をしていらっしゃると思います。で、あなたもあなたで今努力しているんだと思うんですね。例えばお相手の方を信じて待つ。これも一つの努力なんです。あるいはお相手の方がまたこう動けるようになるまでにあなたもあなたで自分自身のことを頑張っている。これも努力だと思います。だから今二人ともどっちも手を抜いてないんですね。ちゃんと努力していらっしゃる、うん、だからその努力っていうのはちゃんと実るんだよっていうね、まあそういったカードも出ているので、お二人の関係っていうのは最終的にその二人の努力が功を奏して関係性としても実っていくのかなというですね。まあそういった未来を暗示するカードも出ています。で、このカードの数字が12っていうところが出ているんですが、まあこれね、ちょっと大きな数字なのかもしれません。ね、二人の努力っていうものを、努力をね、続けていった中での12という数字を迎えるとき、もしかしたら12ヶ月、1年っていうね、その努力が実るまでの期間っていうのは1年っていうことなのかもしれません。あるいは12月。ね、まあ、今年の年末っていうことかもしれません。でもそこにはね、それだけ努力した分大きなね、実りっていうのが多分あると思います。うん、まあ、あとは12週間っていうことかもしれないですけどね。12週間だと1週間が4ヶ月になりますので、まあ、3ヶ月。だから、あとをね、こう、実を結んで花が開くまでに3ヶ月ぐらいはかかるのかもしれません。だけれども、その時にはすごく美しいね、果実が実って、まあ、果実というかまあ、葉っぱですけれども、花を咲かせている通り、二人が本当にこの望んでいたもの、いわば理想ですね、を手にすることができるようになっているんじゃないかなと思うので、うん。だからね、ちょっとこう今はまだ苦しい状況かもしれませんが、ここでね、手を緩めてしまっては、せっかくね、大きな収穫を得られるはずだったものが、こう小さくなってしまったり、なんならば収穫がゼロになってしまう可能性もあるので、まぁ、ちょっとね、息抜きっていうのはもちろん大事なので、常にね、ハイパワーでね、頑張り続けるんじゃなくて、時にね、自分がこう、潰れないように休暇をね、取っていただくっていうのはいいと思うんですけども、努力を継続していく先にですね、お相手の方はちゃんと約束を果たしてくれるし、あなたのその望んでるね、関係にも、こう、発展していくっていうのが出ていましたので、まあ、参考にね、していただければなと思います。はい。そしてこちらのカードです。Just Be Yourself というカードで、ありのままの自分でということで、あなた自身はね、今誰かに流されるんじゃなくて、自分のペースで、動いていけばいいよっていうことになります。うん、もしかしたらあなた自身もね、ちょっとこう周りの人のことを結構気にしすぎてですね、結構人に流されたりだとか、人にちょっとペースをね、まあ乱されるとか振り回されてしまうことがあるんだったらば、ちょっとね、そういったこう振り回してくる人からは、まあ距離を置いてですね、あなたのペースっていうのを乱さないように保てるような形で暮らしていった方がいい、まあ過ごしていった方がいいということですね。うん。自分のペースで物事を進めたり、ですね、日常生活を過ごせるようになれば、ですね、まあ余計なこのストレスっていうものもね、軽減してですね、心も安定しやすくなるっていうのがあるので、いかにこう自分のねペースを保てるかどうかっていうことの視点で、まあ人付き合いであったりだとか、物事のその取り組むペース配分っていうところをですね、決めていただくとですね、着実にね、あなたのたどり着きたいね、今までこの道をこう歩いてきたわけですね、だからそれがまた着実にこうゴールに近づいていくっていうね、カードになっておりますので、まあ、これも参考にねしていただければ幸いです。はい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はですね、お風呂上がりのルーティーンは皆さんどうされていますかということで今回書かせていただいたんですが、まあ、私の場合はですね、やっぱり保湿が一番ということでね、まあ、お風呂から出たらですね、まあ、体は拭くんですけれども、顔はね、まあ、基本的にゴシゴシ、まああのタオルとかでは絶対ね拭かないようにしていてですね、すぐに、まあ導入液ですね、あのブースターと呼ばれるものをしてから化粧水をしてですね、乳液でね、その
保湿と言いましょうか、をしてですね、でその後、まあ体もね、体の化粧水と、乳液ですね、まあボディクリームと言いましょうか、まあそれを塗ってですね、まあ保湿して、ですね、でお水を飲んで、という形でね、まあその一連の流れがあるわけなんですけれども、皆さんはね、お風呂上がりのルーティンは何か意識されていますでしょうか。もしね、自己流の何かルーティンがあったらですね、コメント欄で、教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、B をねお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁にね関する内容なども発信しておりますので、よかったらこちらも概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのクリエイティブというカードですね、もしくは死をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人はあなたとの約束を果たしてくれますかというテーマで、まあお二人の間で交わした約束であったりだとか、まああなたにね、お相手の方がまあこう宣言したような約束もねあるとは思うんですけれども、それをね、果たしてくれるのかどうかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方、あなたとの約束っていうのは覚えているのかどうかということと、まあそれがどんな約束だったのかっていうのをね、見ていきたいと思います。そしてお相手の方がその約束を果たしてくれるのかどうかということと、お二人の関係は今後どうなっていくのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方があなたとの約束を覚えているかどうかということと、そしてですね、まあどんな約束だったのかっていうことから見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードですね、お相手の方があなたとの約束っていうのをちゃんと覚えているのかどうかということと、下のカードですね、こちらがどんな約束だったのかということを表すカードです。ではちょっと見ていきたいと思います。うん、はい、ではね、見ていきますが、ちょっと見させてください。ペンタクルの10ですね。はい。うん。チューズラブっていうのが出ていますけれども、まあ、愛を選ぶということですね。まあ、愛に関する選択ということなので、もしかしたらね、うん。まあ、いろいろ考えられますけれども、例えばあなた以外の、
候補者というか、例えばお相手の方にね、もともと、まあパートナーがいらっしゃる方だったらば、そのもともとのパートナーなのか、あなたを選ぶのかとかですね、何か、その選び取るっていうような約束だったんじゃないかなと、いうふうに思いますので、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。うん。ではですね、まず見ていくんですが、上のカードですね、こちらはお相手の方がね、ちゃんとあなたとの約束を覚えているかっていうことで、これ覚えていらっしゃると思います。で、覚えているし、その約束の内容というものが、かなりお相手の方にとっては勇気のいるものなのかなと思いますので、ちょっとお伝えしていくんですが、まずここがですね、出ているわけなんですが、勇気というカード、まあ、が出ました。まあ、この、そのままですね、勇気というね、まあ、勇気を伴う、まあ、約束だったのかなと。うん、で、まあ、このカードが出ているということは、まだね、その約束を果たす勇気が持てていないのかなと思います。何かこう、ね、すごい波がザパーンとね、こう、なんていうんでしょうかね、岩にこう当たっているぐらい、まあ、激しい波がありますけれども、ここに飛び込むぐらいの、まあ、勇気がいるような約束なわけですね。うん。だからちょっとやそっとの気持ちでは、なんだろうかな、果たせないような約束なんだと思います。非常に勇気のいるような約束ですね。うん。で、そしてこちらですね、このソードのクイーンというカードは冷静沈着っていう意味のカードで、まあ冷静にね、まあだからまあ勢いでやってはいけないと。まあ、時に人生においては、ね、勢いでバーッと進まなくちゃいけない時もあるのかもしれない。けれども、この約束に関しては勢いで進めてはいけないようなものなんだと思います。ちゃんと冷静に考えて、するかしないか。ね、どういう選択を取るか、決断を取るかっていうのを考えなくちゃいけないようなことだから、まあ今こうぐーっとね、こう考えていらっしゃるんじゃないかなと思います。で、考えて自分の中に結論が出ればですね、勇気を持ってあとは選択するだけになりますので、もうそこの段階に来ればこの飛び込むっていうことはね、できるのかもしれないけれども、うん。まだちょっとこうね、冷静になって考えていらっしゃるということですね。うん。まあ、決意を固めようとしてはいらっしゃるのかなと。で、ここですね、こちらのカードになります。ペンタクルの10というカード、逆位置です。このカードはもともと正位置の時には満ち足りた環境ということで、すごくこう満足のいく状態であったり、繁栄、安全とかをね、表すカード。非常にこう平和なね、状況が作り出されるっていう意味のカードになりますが、逆位置になるとトラブルが起きるっていうことであったり、まあ、住居、人間関係の悩みっていうことを表すカードになります。すなわち、あなたとの約束を果たす一方で何かが損なわれてしまうということであったり、何かで、ね、問題が発生してしまうような約束なんじゃないかなと思います。あなたとの約束を果たすことで、例えば住居とか人間関係の悩みがあなたと違うところで発生する。あなたと違うところでトラブルが発生するような約束なのかなと思います。うん。だから、どっちもが平和になるような、ですね、約束ではなく、何かこう、あなたを選び取ることで、うん、変わってしまうものもあるんじゃないかな、ということで、だから、そこを、ね、その発生する悩みを、取ってでもあなたとの約束を果たすか、それこそあなたとの約束っていうのは諦めて、その問題を起こさずに、まあ、なんか平凡に暮らしていくか、どっちの方がいいんだろうかっていうことを考えていらっしゃると。うん。まあそういうね、約束なのかなと思います。うん。で、どんな約束なのかっていうことに関しては、choose love っていうカードが出ました。愛を取る。まあ、どの愛を取るのか、どの愛を選ぶのかっていうね、うん。約束でもあるんじゃないかなと思います。まあ、例えば複雑な人間関係だとするならば、うん、まあ、先ほどもね、冒頭でちょっとお話ししましたが、もともといらっしゃるパートナーの方なのか、との愛なのか、それともあなたとの愛なのか、ね、そういったものもあるでしょうし、
あなたとの特定の愛を選ぶことによって、別にこうパートナーがいらっしゃるっていうわけじゃなくても、例えば他にね、何か人と携わるようなことをしていらっしゃる、例えば教室の先生であるとか、なんかお店の経営者であるとか、まあ店主であるとか、あとはまあちょっとこうアイドルとか芸能人的な活動をしていらっしゃる方とかね、まあそういった中で誰か特定の、まあアイドルとかっていう例だと分かりやすいですね。なんかこう熱愛報道が発生すると、なんかそのファンが離れていくのと同じような形で、あなたとの愛を選ぶことで何か人間関係の悩みが発生するみたいなね。まあ必ずしも芸能人というわけではないのかもしれないけれども、なんかそういった形でどの愛を選ぶのか。あるいはあなたとの愛を選ぶか、それとも自分自身の今の立場とか、その社会的な地位を選ぶのか。だから愛とその他を選ぶ。どっちを選ぶかみたいな。で、お相手の方としては、多分あなたに対しては、あなたとの愛を選ぶよ、みたいなことをおっしゃっていたんだと思うんです。だからあなたもその言葉を信じて今待っていらっしゃる。っていう状況なのかなと思います。そしてこのカード、Love Who You Are ということで、まあ、自分を愛するっていうカードなんですけれども、まあ、お相手の方としては、ですね、まあ、なんだろうかな、すごく自分のことをね、愛してくれてるあなたのことを大切にしたいという思いもあるから、あなたとの愛を選ぶよっていうことを言ってくれた。だけれども、実際にそれを選ぶことによって何かこう変わってしまう。ね。あるいは問題が発生してしまうっていうことを考えると、どうしてもすぐにね、パッと決断するっていうことが、まあちょっとできなくてですね、どうしようかっていうのを今悩んでいらっしゃるっていうことで、あなたとの愛を選ぶかそれ以外かみたいなね、なんかそういう、まあ約束としてはあなたの愛を選ぶよっていうことをしていらっしゃったんだと思うんですが、おっしゃっていたんだと思うんですが、じゃあ実際にそれを果たされるのかどうかということですね。そしてお二人の今後はどうなっていくのかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思いますが、お相手の方がね、あなたの約束を果たしてくれるのかどうかということであったり、お二人の今後がどうなっていくのかというのを表すカードです。ムーブというのが出ましたので、まあ、果たしてはくれるんじゃないかなということですね。はい、ちょっとね、見ていくんですが、このカードからです。ムーブ、進む、動くというね、カードになります。まあ、二人の重なった手の上にハートがね、ボンとこう生み出されていたりだとか、二人の手が紐でね、こう結ばれている通り、二人の関係が結ばれるとか、今よりも前進していくとか、あとは愛が生まれる。まあ、愛が始まるっていうですね、そういったカードになっています。先ほどのチューズラブっていうのがありました通り、まあ、お相手の方としてはあなたとの愛を選ぶよっていうことをね、おっしゃっていたかと思うんですが、それを果たしてくださるんじゃないかなと思います。で、このカードの数字が7っていうのが出ております。ラッキーセブンですね。だからまあ7というね、数字がつくタイミングが、その約束が果たされる時期を表しているのかなと思います。まあ一つ考えられるのは7月ということであったりだとか、まあ二人の交際が、ですね、始まった7ヶ月目の時であったりだとか、7回目のデートの時であったりだとか、まああとは、何月何日っていうこともあるでしょうし、まあちょっと最後にね、お相手の方との動きがあります、大きな動きがあってからの7ヶ月後っていうことかもしれませんけれども、まあ7という数字を迎えた時にはちゃんと約束を果たしてくださるんじゃないかなと思います。
スパイラル、螺旋というカードになります。螺旋というのはこの蛇のトグロを表していてですね、蛇というのは古い皮を脱皮し新しい姿に生まれ変わるということで、まあ古くからねちょっとこだわっているものとか考え方価値観というものを今ねお相手の方としては脱ぎ捨てようとしていらっしゃるのかなと思います。なんかこう古臭くなってしまっている考え方価値観というものがあなたとの愛を選ぶっていうことに関してそれが邪魔をしているっていうことでね、なんとかその考え方っていうものを、捨てようと、まあ、捨てて、新しいねこう考え方であなたと向き合おうというふうにしていらっしゃるっていうことで、まあ、それが完了してですね、すればちゃんとあなたとの関係、まあ、約束ですねっていうものをですね、果たしてくださるんじゃないかなと思います。で、このカードですね、It is fat, it is ということで、それは仕方ないっていうね、直訳するとそういった意味のカードになります。いわば、まあ何かね、失うことを、まあ恐れていてですね、なかなかこうね、先に進めない、まあ決断ができないでいらっしゃるお相手の方なのかなと思うんですが、もうそれはね、まあ何かを得る以上は何かを失ってしまう。まあ二頭を追うもの一頭も得ずっていう言葉がありますけれども、ね、その代償はかかるものなんだと。もうそれは仕方ないことなんだっていうことで、目の前の現実を受け入れられることによってようやくねこの先に進む扉っていうのがバンとこう開いてですね、お相手の方がこう一歩踏み出してくれるっていうですね、まあそういったですねカードも出ているっていうことから、お二人のお相手の方ですね、あなたと交わした約束っていうものは果たしてくださるんじゃないかなと思いますし、それによって二人の関係っていうのがまあようやくまあ本当の意味での始まりをね、迎えるようになっていくんじゃないかというですね、まあ、そういったカードが出ておりました。はい、ではですね、最後こちらのカードです。選択肢のカードを見ていきます。クリエイティブというカードになります。創造をね表すカードになります。まあ創造、作り上げる力の方の創造ですね。でこのカードを見ていただきますと、なんかこう最初はぼんやりとしていたものがだんだんねこうくっきりと形をね持つようになってきていると。だから今はぼんやりとね、しか描けないものがどのねあなたの想像力によってですね、形になっていくということなので、あなたが今頭の中で作り上げるものっていうのは現実世界においてもこれ反映される力があるわけなんですね。だからどんな世界を、まあ、あるいは未来をあなたが描くかによってこれからねあなたが体験するものっていうのは変わってくるわけなんですね。あなたが恐れているような未来ばかりを想像していればその未来が本当にやってきてしまいます。逆に言うと、あなたが望んでいるような世界を思い続けていれば、それがあなたの元にやってきます。だから、どんなものを使う、描くか。あなたの想像力っていうのは自分が思っている以上に強力な力を発揮するものでもあるから、自分の想像力っていうのをうまく活用していくっていうことがね大事になってくるっていうのが出ていますので、まあこれもね参考にしていただけますと幸いです。はい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、お風呂上がりのルーティーンはということでね、皆さん何かこうルーティーンされていますでしょうか。まあ私の場合はまあルーティーンと呼べるようなものではないのかもしれないですが、まあお風呂からね出たらまあ保湿がやっぱ一番大事なので、まあ体を拭いた後、まあ顔はねあのタオルでゴシゴシまあ絶対に拭かないようにしていてですね、最初はまあ導入液ですね、まあブースターと呼ばれるものでしょうか、まあそれをつけてですね、その後に化粧水をして、まあ乳液でね潤いを閉じ込めて、でまあ顔だけじゃなくて体もね化粧水と、まあ体用のね化粧水とまああの保湿クリームを塗ってですね、その後まあお水を飲んでっていうようなまあ一連のまあルーティンというか作業みたいなものがあるんですけれども、皆さんはね何かこうルーティーンみたいなものはありますでしょうか。あったらですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、C をねお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただきますと幸いです。はい、その他現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり復縁に関することなども発信しておりますので、よかったらこちらもですね概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。